使って入るのがあれば、引き出します。床をちょっと掴んでみてください。そして今、土踏まずに力がいってるはずです。どうですか？はい。土踏まずに力がいくと、今度膝に力が入ります。一回ちょっと、掴みやめると、膝の力抜けましたね。もう一回掴んでください。はい。今度は膝に力が入りましたね。今度は膝をぐっと締めてみてください。内側から外側に。そうすると、お尻に力が入りましたね。うん。つまり、床を掴むと、土踏まずに力が入って、その力が膝に来て、膝から今度はお尻に来てるわけです。この時に肛門をちょっと締めてあげるということが、まあ、うちのやり方です。うちのやり方です。で、これだけでも、下半身十分なんですけども、さらに強くするには手を加えてみてください。加えた状態で一緒に締めてみてください。今より締まってですね。これが上と下が繋がっていると。上と下を繋げるためには、掴む。ねじる。それからお尻を締める。で、この状態。と、まあ、少しこういう形で、これを戻した形。これで相手を飛ばします。今回のテーマ、投げる、飛ばす、打つ。まず、飛ばす。同じことですね。まず、ここで三鎮構えします。相手崩れてます。重心がもう上がってます。体強です。この状態から戻した。はい、やってみましょう。まあ、三鎮から入ってますね。で、顎を引いて力を抜いて、これが返れば、変化して。まあ、どうもあるね。これが、まあ、ご覧の通り、ものすごく小柄な方でしょう。まあ、力じゃないと。まあ、こういう形です。ここでこう締めます、脇を。ねじりをこう入れます。膝だってこうなっちゃいますね。わざとこういうねじりを入れて、ここでちょっと持ち上げてみてください。そうすると、脇が締まってくるのが分かりますよね。肘と脇が。うん。で、あるところまで行くと、もう、これ以上行っても抜けちゃう。こっから行って、あるところまで行くと抜けちゃう。そこが限度。あるところまで行って、抜けないところまで。そこから、脱力します。そこから、振っておる。ここに落とした。来始めた。もう一回ねじって。ちょっと上げて。このねじりが強くなる。こうやってスッと上げちゃってる。丁寧に、この脇の力がそう。これ以上上げるともういっちゃう。このまま、ポンと、ここに、はい。そう。お腹も一緒ね。ポンと叩いてて。で、思いっきり叩いてるように見えるんですけど、このぐらいです。このぐらいです。で、これを一回ポンと叩くと、ここに気が集まってきます。意識がここに集中しますから、そこをポンと。これがね、まあ、実際当て身と言いますけどね。接近戦でこう、当て身です。キスと、よし。剣がこう入ると、こう入る。で、これって、結局は、外受けなんですよね。外受けの演奏です。うん。これで相手打ってるだけ。ただ、これだけだと相手倒れないから、この時に脱力すると、こうなるわけ。それを、袈裟で入れます。斜め。斜め。こんな感じですね。円運動が入った瞬間、こういうふうに腰が崩れます。円運動が入った瞬間、こういうふうに腰が崩れます。で、そのまま打ち下ろすと、倒れます。中、外、中です。で、相手がついてきたときに、今の中、外、中で、中、外、中で倒します。ポン。こう。いや、押してるんです。ああ、すげえ。
まあ、飛ばすのは今と同じです。このまま向こうに押せばこう飛んでいきます。でそれをちょっと下側に向けてあげるとこういうふうに簡単に倒れます。でちょっと反対側でやりますね。これで今やりますとこういうねじりが入りますから相手に投げることが、打つんじゃなくてこの力が相手もここに入れば肩から腰に抜ければ、まあ、イメージとしてはそんな感じですね。これはダメ、こう、違うでしょ、イメージ違う、肘外側、これが違う、力の膝の力胸緩めて、これいいですか。こうやってはダメですよ。これが今皆さん行かない人のやり方ね。こうやってやってる、そうじゃなくて向けて、ドンプシドンプシ、で止めます。今度止めて、今固まってます。これが合気場でこう止めて入っていくってことですね。ああ、だから今普通の棒だったらこうなる、ここに気を通したらこうなる。普通の棒だとぶつかっちゃうわけで、気を通すってこと、体全体の力が抜けてここにまで気がいってるからこういうふうに。それは違う、上からした。もう、はい、半端に。その前に、合気下げの練習だけしてみましょう。小指を軸にして、引きです。人差し指が攻めで、かかとを、止めます。親指で力です。例えば相手の胸を押して引いてもこれは何にも起きないです。相手のこの皮一枚を触って押して下げる、まあ、これが触れ合いです。まあ、何を言いたいかというと、小さな動きあるいは小さな力ってことを今日言ってるわけです。今日やるのは全部このことです。このそこに触れるという感じが、触れるという触るんじゃない、触れる、触るよりももっと力が抜けてる状態、その状態で、ね、今ついてきた時にこれが入ってるんです。ダブルでね、ダブルで、もちろんこっちで入ってこっちで入ってるんです。これが三セリアなんかのこの部分です。相手に触れてまずかけます。先ほどお見せしたように、押したりなんです、触れるの。そこつなげて、相手に入って指先で相手のかかと止めてます。だからこれ倒れちゃう。こうなったな、ここで相手に入ってます。これ相手に、まあ、分けないで、止めないで、
ここにこういう円を持っています。振り相手ですよね。さっきこれかいやりましたね。これに近いんだけど、ちょっとこう、まあ、ここが手だと思ったらこう入って、こう入って、こう入っちゃった。ただこうやって押してるんじゃなくて、こう攻めと引きがここに入ってるから、それがこの辺で、それを手でこうやってで、その時にまあ強くやるにはやっぱりそれなりにこれで技かかるんですよ。だけども強くやるにはもう少しこう相手にこう軽いショックをこういうふうに与えてあげる。力を抜くと相手が飛んでいきます。叩かれた時に力を入れるんじゃなくて、力を抜いてください。ちょっとついてください。で、少しステップインして力を抜きながら相手に力を加えます。とちょっと強くなってしまう。で、そうするともう少し遠慮しないで強めにやってる。ということで、その時に背中と胸の関係です。これ胸を張って背中が反ってます。これ力です。胸を緩めると、ね、背中が丸まりますから、こういうふうになります。胸を張らない、胸を緩めて背中を丸めます。これ眼鏡抜杯ですか。で、うちの産地はどちらかというと、こういう産地です。胸を張る産地じゃなくて、胸を緩める。胸で打つと、力で打つと、沢田さんで止まっちゃう。そうじゃなくて、ここを通して力が抜けるから、全部の力が一回回って、入ってくる。これが、この力。いい。ここで打つ、もちろんここに力は出してるんだけど、この力は背中でも出てくる。両方ね、両方どちらにも力がいってるって、これがその軽力っていう力の出し方。こうやってますね。こう。手足。何もしない。あもう自分で動く。ねじった分だけ手前に、ねじった分だけ元に戻りますね。そうすると力になります。掴まれた時にその分だけ相手が飛んでいきます。力抜いてねじりを戻す。はい、やってみましょう。はい、すいません。こうやったらうんと大きくなる。もうしてる。そのこれだけ、この力だけで相手、これ今度はこれだけです。ここで触れて、ちょっと、1センチ、まあ、いくか、1センチくらいかな。1センチくらい。1、2センチ、こう。で、その刺激を相手に上げるわけです。ですから、小さな力で大きな力を。小さな動きで大きな力を出す。そのためには触れるという。はい、やってみましょう。触った時に。ここに意識を通して、沢さんの腰に折っとるようにしてます。これが意と気と力という。私が意識したときに気が発生します。気は動いてここに来ます。来たときにこういうイメージがあれば、で逆にちょっとこちら側に
意識を飛ばしてみます。と、何も、手は同じです。触ってるだけですけど、意識がこういう意識なんで、相手が後ろに下がっちゃうんです。で、三振でやると行かないんです。気は止まってます。拳だと。これ、回収になる。これが気結と言います。気を止めちゃダメ。で、何を言いたいかというと、止めるような力を入れちゃったらダメだってことです。指先に力が抜けると、気結が流れますから、何らかの反応が相手との間にコンタクトが取れるわけです。そのコンタクトを取るために力を抜くわけです。ですから、円運動ってのは一つの術です。でも、力を抜くっていうのは、まあ、術の前の進歩、体の使い方です。だから、体が緩まないと。緩まないと力が出てこないんです。突き手と引き手。で、先ほど言いました。腕は、これで一本。これで一本。足はこれで一足。股から下じゃない。肩から下じゃない。これで、うちの場合は一本の腕。一本の足。一足の足です。で、それを両方つなげる。両方をつなげることによって、体全体がこうつながる、こうつながる。から上につながる。だから、前後、胸と背中、左右から上下という形で、ね、つながった体が、いわゆる三鎮の統一体ですけども、その体で今日の技、朝からの技をずっとやれば、すべての技は大体できます。小さな力、これでねじってます。小さな力で大きな力。小さな力で大きな力。これが武術の原理。で、まあ、いつも私のクラスの方に言ってるけども、いずれ皆さんどんどん年取る。50代、60代になった時に、今までできた力、要するに強く速くっていう力の出し方ができなくなってきます。スピードがなくなれば、で力がなくなれば、要するにその咳かけたものがパワーでしょ。パワーがなくなって、今まで相手が倒れたもの、ダメージがあったものが効かなくなってきます。それでもまだそういう練習をやってても、もう力がなくなってんだから、スピードがなくなってんだから、ね、まだその練習やっても、もうそれ以上スピードも力もつかないですよ。そこでどっかで武術的な力を出す練習にどっかでシフトしない。それが三鎮の構え、三鎮の突き。三鎮の技。だから三鎮で作ったものを、この柔らかく使うんです。こうやって押してる人います。これは一番最初に言ったら力を入れたら体の力出ない。力を抜いて使うと。ですから、抜いて作って、抜いて作って、使えばいいんですけど、初めのうちは棒で作って構いません。で、それをだんだん抜きながら使えるようにする。ですから、うちの場合は三鎮で作って、テンションで使うって言ってました。5の三鎮で作って、10のテンションで使うってこと。これが5と10ということです。